はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はですね、Steam にありましたホラーゲーム、Here Come というゲームをやっていきたいと思います。デスゲームに参加した主人公が最後の一人になってしまって、この変態っぽい感じの、キラーから逃げるという感じのゲームみたいです。早速やっていきましょう。ニューゲームです。なんか本当はもっと参加者が、なんか友達とかがいたらしいんだけど、もうそれも殺されちゃって、もう最後の一人になっちゃったみたいですね。でこいつから逃げないとゲームクリアとか生き残ることはできないと、そんな感じのストーリーみたいです。まあいわゆる結構こういうゲーム胸クソ系のゲーム多いよね。デスゲーム系のやつ、ブレードランナーとかあの辺の。WSD キーボード操作ですね。 WSD が押しまった。よくわかんない人いますけども、W はキーボードの W ですね。WASD。これで操作しますが、え?脱出できないんだか?これか。はい。おお、開いた。まあ、謎解きゲーと&、その、なんだろう。鬼ごっこゲーなのかなーって感じですね。なんかこの手のゲーム、おお、しまった。何回かやったことあるけど、パズルですね、この、これ大丈夫かな?電気が来てるとかそうですかな?ここ開かない。開かないし。あ、めっちゃ蒸気出てる。これってダメージ受けたりすんの?ダメージ受けたり。あちゃ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 。ダメージ受けんのか?これ回復どうす?ああ、自動回復だね。フェンスは?あ、フェンスも越えられないのか。これかな?これいける?いける。スニークいけます。ちょっと待って待って待って。あ、これか!何かと思った。くれ!ノコギリだ!なんで超痛いんだけど。何の音かと思った。あ、でも主人公不死身系ですね。若干ダメージ受けるけど、あ、これ触れるのか。触れない。一定時間で回復する系の不死身ですね。あー、なるほど。この感じは電気か。これ落ちたら死ぬだろうな。いや、コードが伸びてるわけでもなさそうだし。いや、これは落っこったら死ぬよね。さすがにね。どっかでこれ、電源コードを切ってくるのか?でもなんか、電源は向こう行けなかったよね。蒸気止めるのかな、これな。蒸気を止める。止めて進むのか。熱っ!え?熱っ!待って。罠か?罠か、これ。ちょっとこれ2段ある?あ、いえ、あちゃちあ、オッケー。2段構えか。はい。オッケー。じゃあ、これで向こう側行けるようになるのかな?これまた動く?あれ?また動く?これ。あ、動かないわ。よし!まあ、謎解きゲームだらね。パルクールしながら、パルクールするかどうか知らんけど、謎解きをしていく感じのゲームっぽい。そう、キラーはどのタイミングで出てくるのか知らんけど。逃げながらこう、おお音でかっ音。来るのか?なんかうさ耳のセーラー服着た変態なキラーが今回の、キラー。嫌な音してな。あ、閉まったのか。いや、ここ抜けないんだ、どう考えたって。まあ、嫌な音するな、こういうとこなんか。あ、下穴開きそう。シフトダッシュ。いらない説明だな、それ。走らなきゃいけない理由があるってこと?私には走らなきゃいけない理由があるのか?
なんであそこシャッター開いてしまってんだろう。嫌な予感しかしないね。まだ今のところダッシュしなくて良さそうだけど。照明が落ちた。え、こっち側から飛び降りればよくない？ダメなのかな？ダメなのかな？え、戻れないんじゃないのか？え、これ戻れないよね。戻らなきゃいけない理由があるのか？ここ上がっちゃったもんね。この音楽何？ダメなのか。避けては通れないのか。ここのシャッターいじるしかないのか。いじりたくねー。あ、まあ3桁だけど、ここが擦れてるからまあいくいくでしょう。3桁だもんね。まあこれか。開いた。走ってくる音がする。何か走ってくる音がしたな。お、暗くなった。真っ暗や。え、真っ暗今。嫌な感じ。嫌な感じ。動けない動けない。おお、やばい。あぶね。あぶねー。スニークギリだったな今。もうめっちゃ殺す気満々じゃん。花からこっちを殺す気満々ですよ。なんか嫌な予感がする。嫌な感じの音もするし。何の音？何の音だい？かまず抜けようか。このぐらい飛べたような気もしないでもないな。ね、このぐらいの幅だったら飛べ。エレベーター、うーん、エレベーターで行くのか。こっちもエレベーター。開いた。もう次々にこう、なんかこれキラーが迫ってくる演出。ほん？何か影が、人型の影が。逃げろってこと？ここはどっちにしろ抜けられないもんね。こっち行けってことか。なんかなかなか演出がいいですね。恐怖演出が結構がっつりしてていいですね。絶望感ある。いつ殺されてもおかしくない感じ。さてさてさて、よく見ていこう、ね、よく見ていかないとね、見逃してしまう。逃げれる場所を見逃してしまうかもしれん。これは上に行けということかな。うん、ダクトの上に入れるか。そういうことではないのか。ダクトっぽいけどね。調べるって出ないな。違うのか。他にやるべきことがあるのか。あ、ここ開く。ここ開くわ。おお。あー、隠し通路か。めっちゃ時間かかっちゃった今。これはさっきのこの反対側？え、これ段差登れないのこれ、こいつ。あ、段差登れない。どんな足をした主人公なんだこれ。なんか、いや、やべ。なんか炭っていうか、焼けた跡がないかこれ。これ、一歩間違うと まずい気がする。すすがすごいね。待って待って、なんの音これ。ぐじゅ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 言ってるけど。行き止まり？行き止まりか。
すすの音か、ほんと。手のついた跡があるな。ってことは誰かここを通ってるね。なんでこんなぐちぐちしてんの？嫌な感じだな。動けない。何かがいるの？うわぁ。うわぁ、食われてるね。何かに食われてるね。なんだろう。行く？行こうか。確認しに行こうか。骨があるな。え、これっていろんな道があるけど、道間違えるとあかん的な、一発アウト的なやつ。やだな、狭いダクトの中で食われて死ぬの。あれ、なんもねえんかい。なんもないんかい。そこ何にもないのか。匂わす。あ、いるな。ワニか。匂わせ？匂わせかな？匂わせって。ホラー演出に匂わせって言葉かな。ワニっぽいのがいたっぽいね。ワニっぽいのがいたっぽい。たっぽい。今んとこそういう気味悪い演出が続いてるね。即死トラップと気味悪い演出。ただでも、あれ？もう出口だよ。え、もしかしてそういうゲーム？でも何これ？あー、でもあかんやつですね。そもそも最後の一人になったのはわかるんだけど、キラーも来ないし。ずっと匂わせですね。テクスタービリビリしてるし。走るって言われには走るコマンドも使わないしな。高圧電流のマークが開かないね。なんかずっと匂わせで、音うるさ。これ回ったの、これか。これが回ったのか。武器らしきものもあるぞ。主人公も武器を持たないのか。え、何？どこ行けんの、これ。ここも何か。ね、おっと。出口っぽいのがあったんだけど、定期的にシャッターが閉まっちゃってんのか。おっと、串刺しになるところだ。上もないか。何の音？ドーン。そこにも入れない、ここにも入れない。あと残すところは、ここに扉とかあったりするだろうか。あ、鍵がかかってるな。うん、行けそうもねえな。え、どこ行くんだろう。あの奥か、じゃあ。ここの下くぐってみるか。ライトがあるし。くぐれそう。行けたね。行ったからといって行けんのか？こういう隙間抜けられる？あ、抜けられたね。え、これ正規ルート？本当に。本当正規ルートか？うん、入れた。いやー、入れた、入れた。多分正規ルートっぽいね。ザー、おー、俺導かれてる？ちょ、目がチカチカすんな。あ、やべ、キラーだ。ついに出てきやがった。やばいんじゃないの？歩いてるね。見つかったら最後系？音を出さない方がいいんじゃないか、これ。多分蹴っ飛ばして。これ段ボールとか蹴っ飛ばすとバレるんじゃないか。ここに寝泊まりして、あ、ここに寝泊まりしてんのか。なんかルンバかと思ったら鍋の蓋か。あー、なるほど。
いたいところに監視カメラ、あ、でもここにもあるか。ここで監視してんのかと思った。で、荷物は全部 Amazon とかで頼んで飯を食って、で、ゲームに参加してるやつを端から殺してる的な、そういう生活を送ってるキラーがいるのかな。まあ、そいつにからえないように頑張りましょう。でもこれ特にこっち側は開いたけど、何か、あ、でもダンボールそもそも触れないわ。うん、元に来た道戻るだけだね。それともなんか行けるようになってるのかな。ここ向こうからさっき行ったんだけど、何か変化あるか。あいつが行った後だと何か起きてんのかな。戻ってみようか。あんま戻りたくねえけどな。どうだろう、変わって、ん、あ、開いてる開いてる開いてる、開いてます開いてます。あなたのローソン、ローソンが田舎だと、都会でもそうですけど、200メートル沖にあります。なんでローソンしかないのかと。たまにはファミマとかセブンイレブンも含めてほしいんだけど、なぜかローソンしかないんですね。さあ、右か左かで適当に今私左を選んだが、正解か、これ正確性な、ずっと匂わせだね。キラーがいる匂わせ、よくないよそれ。インスタ匂わせだよ。テーブルクロスが一緒とかで匂わせ、発覚しちゃうよ。この逃げるような感じの配置も嫌だね。何かから逃げ回るような、何かって言ってもキラーだけど、こう取れんの、こう器用じゃん。でもほぼ一本道だね。そこは行けそうもないか。ね、この主人公、そのわずかな隙間もジャンプできないからね。なので、わずかな隙間がない。お、ほんと、ほんとずっと匂わせだな。ワニが来るかと思ったらワニも来ないし。え？どっちだろう？こっちかな？なんか出口っぽいのあるけど。うわぁ、行かない方がいい。罠っぽい。すげえ罠っぽい。嫌な予感するな。行ってみるか、でも。何も起きんのかい。あかんのかい。罠でしたね。罠でも、罠ですらなかったね。一応見るか。クリアリングしつつ、来そう来そうで来ないが続いてるんだよね。これは開かんやつ。いや、開かないってなんか怪しいな。これ水の中に入るの？大丈夫か？入って、入るよ。何これ何これ何これ、この演出。え、これ今開いた？パッカパッカしてるけど開かない。ポルターガイストなの？それともすごい勢いだから 風が今主人公歩くの遅いけど泳ぐのクソ早。ザバザバザバって泳ぐのだけやたら早いのね。さっきカランカランしてたから、これで、あ、どっちだ、さっきのキラーが歩き回ってるってことなのか。これ戻ってきちゃった、来た道戻ってきてない。いや違うよね。いや開かないところ多いんだよね。いや開かないよやっぱり。
どこを向かいやいいんだろう。どこを向かいやいいんだ。そこ、そっちは行けんやつだから、これも渡れるの。渡れたね。あ、これも行けんわ。あ、行けんのか。あかんやつは向こう側に行きたいな。あそこ通れないよね。わずかなこの、なんつうの？え、待って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 。え、落っこったら死ぬのこれ。ちょっと待って。落っこったら死ぬ。ちょっとの隙間もジャンプできないのか。わかった。スペランカーだ。わかった、スペランカーだわ。この主人公。ここも、スペランカー主人公なわけね。ここ、だってさっき泳いだじゃん、ここ。膝ぐらいの高さから落っこっても死ぬ主人公ですね、スペランカー。最弱の主人公。もうここは高速で泳いだくせにね。じゃあ違う方に行ける場所を探すか。こっち行ってみようか。で、こっち行ってみて、落っこったら死ぬ。覚えとけ、落っこったら死ぬ。で、こっちかな。これで反対側回ったよね、さっきのところね。で、ここくぐれると。落ちてみねえことによ。これ向こう側に渡る意味。渡る意味とは。渡る意味がある。意味があったね。このわずかな隙間を主人公は飛び越えることはできないから。よしよしよし。はい、抜けた。トラップ自体はそんなに難しいものではないんだけど、これまた出るかな？杭が。です。ですよね。クイックいっちゃうよね。ん？なかなかいい筋肉してましたね、足のね。アスリートみたいな筋肉してましたけど。すね、ふくらはぎがいい感じ。本当に匂わせだな。あっちはどうせ開かないだろうから、こっち行ってみようか。後ろが閉まったのか。なんかこういうところもなんか吹き出してきそうで怖いんだよね。はい、次なるエリア行きます。これなんだ？これなんだ？警戒しすぎてもよくないか。結局何も起きないしな。何もない、何もないんかい。なんか来んのかと思ってるんだけど、何もないことが多いね。なんか針出てきそうだな。針出てきそうだな。出てこないのか。こっち階段があるな。こっち階段、あそこにダクト。でもダクトと、ああダクトもあるね。ダクトがある、階段がある。でここはどうせ開かない。なんか、あ、いや開いたわ。開いちゃうの？え、ダクトとかいらないの？あっちはすごい蒸気だな。あ、エグジット。え、終わっちゃうの？なんか、いろいろ行けそうな場所あったけど。いや、ちょっと、なんで止まったの今、急に。あ、開かない。いた。
通になんか笑っちゃいけないんだけど、セーラー服だったね今ね。いや早い。なになに、動かなくなった。あ、くぐれば一応あいつは入ってこれないのか。くぐれば反対側に回りざるを得ないのか。なるほどね、あいつはくぐることができないのか。さっきの2階っていうのはこういうことを言うのかな。その間反対回ったと信じて、 C がスニークつてだよな。音とかでバイタルするんだろうか。今さ、あのムービーの直前までさ、走れないのやめてほしかったな。本当にギリギリまで走れなかった。多分あまりの衝撃に。あれ、これこっちじゃないのか。開いたわ。普通に開いたわ。さっき開かなかったくせに。じゃ変態もいる中で探索していこうか。多分しゃがめないと思うんだけど、しゃがめ、中に、ダクトの中にいたりして。もう目おかしくなるな、このダクト。目おかしになるで。ここはただの行き止まりかな。うん、開けた空間ではあるけど暗いね。そして扉は、あそこに何かある。あそこにハンドルがある。バルブハンドルみたいなのがあるね。あれを取って、ここは関係ねえのか。オッケー、反対側回りこう。もう匂わせはないでしょう。もう直接満を持してセーラー服姿をお披露目したわけですから。はい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 。これなんだ？あ、行き止まり？行き止まりだと？違うのか。匂わせなだけなんだあれ。やっぱり匂わせ。ここ開けられないかな？開けられないのか。なんかここにスイッチあんな。何が開いた？何か開いた？もしかしたらさっきのとこ開いたかな？ハンドルのとこ開いたかね？タイミング、あの場所的にちょうどほら場所がこの裏側っぽいので、そうであってほしいなあ。やった、開きましたね。よし、ハンドルゲット。よしで、蒸気を止めて右側行けばいいのかな。もうでもさっきのキラーもどっか行っちゃったな。まだ追ってくんのかな。これでここに、大丈夫。あ、あ、やばい、あ、やばい、しまった。いや、暗い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 、ちょっと待って。暗い暗い暗い。いや、ちょっと待って、どこ逃げればいいんだこれ。待って待って待って、暗い。ちょっと、真っ暗真っ暗真っ暗。痛い痛い痛い、ちょっと待って待って、これどうすればいいんだ。もう走れない、ダクト入れないでしょ。見えない見えない、ダクト入れない、ここ通れない。
ここ行って、ここ行き止まり。行き止まりじゃん。もうちょっと、ここ行けないの。ちょっと待って、少し考える時間も、ゆっくり見る時間もないのか。ダクト入れない。くぐるところもない。暗くて見えない。何か、あー、どっか行った。これだ。え、あー、やべ、くそ、もう見えない。前が見えない。前が見えない前が見えないちょ、待って、分かった。見えなくなっちゃうのやめてほしいな。こっちじゃないのか。よし、結局のとこ殴られてからさ、あいついなくなってくんないと無理なんじゃないのかって思うけどな。ちょっと待っててくれる、これやってる間。あ、いた、待ってはくれなかったけど、殴ってたけどなんとかなったわ。いて、ひゅう、こっちか。いやー、ひどい目にあった。めっさむず。よし。